皆さんこんにちは、チャコパンです。今回は後出しになりましたが、71プラドの塗装をしていきます。車屋さんのように塗装スペースがあるわけではないので、チリやホコリが舞わないように水まきをこうやってやってるんですね。なんかすごくね、やる気がないような水のね、巻き方をしているんですけど、売りさん曰く跳ねてしまうので、これがベストの巻き方だそうです。さあ、ほぼ塗装初心者のチャコパンですが、売りさん指導のもとうまく塗装ができるのでしょうか。それでは本編スタート。これ何でしたっけ、売りさん。ブルのステイ、ブルのステイ、下ろします。はい、今回はずっとやりたかったパープルです。いや、またその色、いい色、大好き。これって薄くなったりしないですもん、その色は。ほとんど、そうだよ。結構パープルっすね。でもくすみカラーだよ。これいい色じゃん。今回も200。今日は一発。今回は間違いなんですか。コアの原色。シルキー、ラベンダー、メタリック、オパール。難しい。長い名前です。オパール。オパール。オパール。はい。オパールは素材に対してシンナーをね 100% 入れます。100%。うん。倍。普通の白とかサンドベージュみたいなソリッドはシンナー 30% ぐらいでいいんですけど、薄く塗り重ねて最後に必ずクリアを塗らないとダメなんですよね。まあ、実写を見たことないんで、ない、もしかしたらねメタリックとかパール入ってないのかなと思ったんですけど、今のね新車の車ってほとんど入ってるんですよ。入ってないような車でも入ってて、ちょっとやっぱね色がねすごく綺麗に見えるんですよね。うーん、楽しみ。300は何だっけ。プレシャスパールファイト。プレシャス800万の車で5万5000円追加料金取られますからね。おー、コミコミにしてほしいですね。コミコミにしてほしいね。あー、すごいよ、色。うまそう、あれみたい、うーん、かわいい色。シャバシャバなんですよ。シャバシャバ、うわ、サラサラだ。うん、だからすぐ食べるんで、薄く塗り重ねていくと。はい、これ新品のね、トレーナー皆さんもね、欲しき。とりあえずね、ガンも新調しました。あ、ほんとだ。これ明治のね、ファイナーフォースですね。かっこいい。めちゃめちゃいいんですよ、これ。へー。他の YouTuber さんでも紹介してて、プロの方でも絶賛。おー。実際使ってもね、全然違うんですよ。何屋さんですか。車さんで働いたことありませんので、素人がちょっとやってる程度見て、あの温かく見守って、温かい目でね、プロの方には叶いませんので。ダッシュした後にね、ゴミを飛ばします。はい、面白いね、指が細かいんですよ。本当だ。あ、でもキラキラしてる。軽く全体に先ほど乗り方を見とかないと。わあ、気になる。もう世界がキラキラして見えない。ほんとだ、すごい綺麗。ああ、うっすら、うっすらね、まずうっすら。すごい、よりさん、まだらがない。このぐらいのスピードで。おお。お、まだ来てない。下の方やるとこれがこぼれちゃうんで、はい、常にこれを意識して、はい、ここからなるんだよ、空中から空中に。もう知ってるよ。おー、随分空中から行くね、それ。もうちょっと離したら、30センチぐらい離したら。全然ついてない気がする。うん、ちょっと下から出るんだけど、人間が塗るときって自分を中心にこうなっちゃうと、ここが丸いじゃないですか。丸い。ここを見るのに、じゃあ遠くったり離れてっちゃったりするのか。遠く近く遠くみたいな。ああ。それをちゃんと意識してこう塗るイメージ。なるほどね。うん。今ここを塗った時に、完全にこうなってますよね。ここを塗るならちゃんと断面を確認して、この面にまっすぐ。丸くならない、丸くならない。大体OK。はい。いいですね、そうね。うん、あ、でも、うん。
いいじゃんいいじゃん。はい。もう紫になってる。かわいい。めっちゃかわいい色。本当だ。どうした？同じかなって。ちょっとこっちのがピンク。不思議に思う人いるかもしれないんですけど、今までね、何十台も塗装してきて、給油口の裏も塗るんですけど、給油口をやってるうちに、この辺でね、必ずいつも垂らしてるんですね、僕は。今回初めて、給油口の中だけ先に塗って、ここをマスキングして、全体的な塗装。いや、一手間ですね、うん、これもね。一手間ですけど、塗装する人だったら分かるんですけどね、垂れるのが一番嫌なんですよ。後から修正するのにも。大変。なんで、調整も含めて、今回給油口の中だけ先に塗りますね。はい。はっ早くね、こう丸くなっちゃダメなんだ。ここ丸くなってた今なってる。頑張れ。でこれもできるだけこう混ぜ込まれる。なるほど、はい、長いから難しいね。いや、かかってね。え？かかってね。かかってきても一応ちゃんと見て。かかってない。かかってない。危ない、こぼれそうだから。絶対かわいい。中学生で塗装やりますわ。じゃあ、車の中いい。しのちゃん、あの俺たちの車だからちょっと気をつけてね。プレッシャーかけとくわ。僕の用は3回目で。ああそうか。よりさんとかに向けてやっちゃダメだぞ。もういいじゃんいいじゃん。一番いいじゃん。なんか。ほらうまい。よりさんよりうまいわ。よりさん。できてるできてる、上手だよ。前は全部話して。ここ剥がしてたっけ。結構濃いですね。こうやって見ると。まああの、すいません、もう一つ見てまたしないで。うわー、うん、これいいね。うわー、いいね。気持ちいいね。わー、めっちゃいい色合い。白出てくると。結構目立つよ、これ多分。今、80で走っててすぐバレるのにね。確かに。君はシンデレラダーマ停車さん。キンプリね。おお、キンプリを知ってるよりさん。キンプリ知ってるの？キンプリ知ってるの？何でも知ってるの？